沸騰曲線沸騰曲線とは液体の沸騰現象の形態を熱流束と加熱度との関係で表した基本的な曲線である。抜山白郎の水中に張った白金線の電流による加熱の研究による液体の自由表面よりも下の面が加熱を受けて沸騰するプール沸騰において明瞭に現れる。電熱面から液体へ単位時間に伝えられる熱の 量を熱流束球で電熱面の温度テーラーワッツと液体の飽和温度ゾットとの差を加熱とデルタゾットで表し球とデルタゾットをそれぞれ縦軸と横軸にして液体への加熱過程を両体数グラフに描くと S 字の曲線となる。これを沸騰曲線または抜山曲線と呼ぶ。沸騰曲線は以下の領域に対別できる。 グラフ上の各点はそれぞれ次のように呼ばれる。核沸騰の初期には八方角から生じた蒸気砲が流体中で潰れて音を発するようになる。このように飽和温度と液体の温度に差がある状態での沸騰現象をサブクール沸騰と呼ぶ。飽和温度と液体の温度との差はサブクール度と呼ばれる。液体全体が飽和温度に達した時の沸騰は飽和沸騰と呼ばれる。 ありがとうございます。